どうしました今日？カットとかからでだいぶ伸びましたね。はい、なかなか来れなくてあ、タイミングがちょっと合わなかったですね。そうですね、ちょっと明るくなってる感じですね。そうなんです、そうなんですけど、ちょっと抑えましょうか。はい、お願いします。あんまりでも黒くなりすぎない方がいいですよね。なりすぎず、程よく。そうですね、明るすぎず、ね、図でいきましょうか。はい、わかりました。毛先もちょっと切った方がいいかなって感じ。そうですね、別に伸ばしてるとかそういうわけじゃないですもんね。うん、ちょっと重いんで、はい、毛先整えてちょっと髪動きやすいような感じで切らしてもらってもいいと思います。うん、よろしいですかね。うん、そういった感じで。はい、皆さんこんにちは、美容師の山です。今回のゲスト様のリアルカウンセリング、お聞きいただけましたか？ゲスト様ね、忙しくてなかなか来るタイミングがなく、私と青山ともねちょっと時間が合わずという感じで、やっと今回タイミングがあってカットとカラーをさせていただきました。カラーも根元がかなり伸びて毛先が明るい状態、カットも毛先がね引っかかるような状態になっているので、めちゃくちゃいい感じにしていきたいと思います。ゲスト様はカラーの色がねあまり明るくできない状況なので、でも透明感を失わないような色味でカラーをしていきたいと思います。なので根元を染めつつ毛先を少しトーンダウンするような感じで、艶をね出していきたいと思います。最近はすごく気温も上がってきて、紫外線もねすごく強い状況になってます。あと汗もねたくさんかいて、その汗が髪につくことも割と痛む原因になります。あと海とか、この時期は髪に負担がかかることはかなり多いので、注意が必要です。紫外線カットの髪の UV スプレーなんかをかけるのも非常に効果的だと思いますね。これからの季節、お子様の夏休みも近づいてきて、外で楽しむことたくさんあると思います。その時は髪のケアを忘れずに楽しんでください。ゲスト様、いい感じで仕上がってきました。それではリアルなコメントをお聞きください。ゲスト様、すごくいい感じで仕上がりました。髪でお悩みの方は美容師青山にご相談ください。 LINE かお電話でお待ちします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。